はい、現在私どこにいるかわかりますかね。そうそう、車の中にいます。今回ね、このダイソンの掃除が良かったので、ちょっとテスト的にね、これでどのぐらいホコリを取れるのか、ちょっと検証してみたいと思います。っていうかね、実は検証っていうか、全然車の中掃除しないですよね。なのでいい機会ですよ。こういうコードレスがあるとね、多分やる気になるはず。なので、今回私の車の中がね、いかに汚れてるか、これでどのぐらいゴミを吸引できるのか、検証してみたいと思います。ただ、まずね、まず余計なもんがいっぱいあるね、車の中。まず運転席の下に隠れてるのはな、な、これ、これな、な、ティッシュがありますね。これ見えますかね、これ。友達コーヒーおこぼしするんですよね。こちらの方も同様でね、ここわかります？ここもね、その友人の仕業です。多分ね、T 島くん。君のせいです。まあいいや。まあいいや、ちゃんと掃除しよう。かはね、変なゴミは特に、やたらとね、ティッシュが落ちてますね。これは、ウェットティッシュね。他にもね、これはね、木炭ですね、木炭。木炭が落ちてました。ではまずね、この座席シート、どんな感じになるのか掃除してみたいと思います。ちなみに今回使ってるヘッドはね、ミニヘッド。で、なんか先端がね、ぐるぐるぐるーっと回転してくれます。これでね、多分汚れをね、かき出してくれるはずなんですよ。おお、思ったより取れましたね。ちょっとね、見えるかな、これ。こんな感じでございますね。ちょっと見える？こうするとわかるか。なんか結構変なもんが取れましたね、ゴミが。この勢いでね、助手席の方もちょっとやってみましょうか。はて、他にも後ろ座席ね。もちろんブラシ付きなのでね、こんなもんも。おうおう。はい、とりあえずね、綺麗さっぱりやったとこなんですけども、とりあえずまとめですね。こういったね、カーペット面の掃除はね、やっぱこの先っちょのブラシがいい動きをするせいか、吸引力がね、なかなかいい感じに食いついてくれます。この辺はね、掃除しやすいと言えるでしょう。ただね、こういった隙間とか、やっぱね、本体がね、当たっちゃうんですよ。ガンガンガンと。やっぱそういった面ではね、こちらの方にオプションヒントして、なんかホースみたいなのがあるともうちょっと良くなるかなと思いましたね。あと1点。強モードでこれバッテリー8分しか持たないので、基本的には通常モード、20分モードでやった方がいいですね。で、最後ある程度まで終わって、まだ電池が余ってるようだったら、強モードで最後に仕上げといったような感じです。ではね、どのぐらいホコリが取れたのか見てみましょう。はい、結構ね、こんもり溜まってるんですけども、中身を出してみましょう。もう見た目にすごいっすよね、なんか。何が入ってるんでしょう。ではね、オープン。バコッと。あ、やべ、飛び散った。いやー、恐ろしいね。なんか、ホコリと砂が混ざったような感じですか？いやー、こちらなかなか結構な量ですよ、これ。まあ、こんな感じでね、手のひらにコポッと乗るような量のホコリがね、取れたような感じです。これでね、車の中も綺麗になって、ホコリっぽさもね、多少はなくなったんじゃないでしょうか。それにしても、汚ね。うん。以上、ダイソン車掃除編でした。吸い取ったゴミはね、この中に入るんですけども、まあ、これちゃんとね、ゴミ捨てもしやすいように設計されております。こちらボタンを押すとね、パカンと下下がるようになっております。あと、コードレスは、